皆さん、こんにちは、淡井圭介です。本日2023年、12月の2日、まあ、撮影した日付は11月25日ですけども、まあ、新湊川の、総集編ということで、お伝えしたいと思います。まあ、いつもとちょっと撮影の仕方が違うので、まあ、この今私の方でこう見えてるところが、まあ、カメラなのでこれで大丈夫なんだろうなというような、感覚で今撮影させていただいています。ホームページ淡井圭介の履歴、まあ、ピントが合っていることを願うんですが、こちらを、タッチもしくはクリックしていただいて、まあ YouTube 一覧表、自然再生可能エネルギー、河川水門開閉式ダム発電、地下水流トンネル発電、まあ、こちらの方を、タッチもしくはクリックしていただいて、で、まあ、このあたりですね、こちらから新湊川編ですって書かれている部分がありまして、新湊川さん下流の方ですと記載されているんですけども、まあ、こちらの方でね、まあ、河川のそのどの位置に、まあ、河川水門開閉式ダム発電を設置するのかが、まあ、分かるようになっています。まあ、他にも、カラス川の水源地だとか、石井ダムだとか、天王ダムだとか、まあ、その中で、ちょっと一時停止しますんで、ちょっと待ってくださいね。こちら、ちょっとね、落差があって、まあ、小さな滝のように流れてるところがあるんですけども、こちらは中村橋で、まあ、一番下流のところですね。まあ、これよりももう少し下流のところに、湊川ジャンクション、まあ、高速道路の、乗り口、降り口があります。だから、まあ、この辺り、まあ、高速道路のその真下のところにも橋があるんですけども、その位置だと、まだ、まあ、海面とさほど変わらないので、まあ、その潮の満ち引きがありますので、満潮時と干潮時、その潮が、まあ、海の海面が一番高い時と低い時の差がありますんでね、正直ちょっとそこまで計測できないんで、まあ、この段差のあるこの辺りのところを、まあ、一番下流の地点として、まあ、水を貯めると。で、水を貯めたら、ちょっと待ってくださいね。まあ、どれぐらいの位置まで、水が来るかは、まあ、先ほどの動画の新湊川3のところで、申し上げてるんですけども、まあ、地図で見ると、まあ、これもね、新湊川3撮影しながら、ヴィッセル神戸の試合の、勝ち負け取り組んでいました。頭の中かしたりとかしてね。まあ、慣れてきたらそういうことができます。ね。このあたり。こちらですね。こちらの方の河川ですね。こちら、新湊川。で、こう続いていて、左手の方にこう河川があって、右手の方にも河川があると。で、こちらの方の河川のところが、ここ、点線見えますかね。ここが、トンネル状になっていて、まあ、湊川の、まあ、河川へと、まあ、続いて、ているんですけども、上流の方のトンネルのところと、まあ、そのトンネルの出口が、まあ、この辺り、ここなんですね。だから、まあ、この辺りまで、先ほどの、ところに水を貯めると、まあ、水が来るんじゃないかと。で、こことここの間に、落差がある程度あるので、
向こうのその有名の小学校の横のあたりのところに、もう一門設置しておいて、まあ、そちらから傾斜をつけて、まあ、100メートルなり、20センチかける20センチと1メートルかける1メートルと、まあ、3メートル3かける3メートルとか5メートルかける5メートルは1門だけでいいかもしれません。まあ、その辺のところ、降雨量、雨降る日がなかなかないんで、で、雨降っても大体20センチかける20センチと1メートルかける1メートル両方とも使用するような形になりますね。で、まあ、3メートルかける3メートルとか5メートルかける5メートルの大きな回転扉を、まあ、1門だけ設置して、その地下水流トンネル化はそちらの方はしないというような形の方がいいかもしれないですね。なかなかその雨降ることがないんですよ。今年で言うと。まあ、今年は特に日本全国的に降雨量が少なかった年なんですけども、特にまあ、最近では、岡山の方で、まあ、取水制限だとか、まあ、そういうふうなことになってますね。で、ただそれね、インターネット記事なので、どこからどこまで本当なのかわからないんですよ。で、それはまあ、ただ今年全般的に天気を見る限りでは、やっぱり晴れてる日の方が多い。で、まあその分台風の発生してる数が極端に今年は少ないんですよ。今のところ16個。世界的に、台風10何号とか20何号とか、ああいう風なのは、世界中で発生した台風の数なんです。で、多い年は30、後半の年も、過去、30年、40年遡ると、あったはずです。それは、台風についてのところとかアクセスしていただいたら、そこから、そういう専門の、まあ、サイトというか、まあ、ホームページといいましょうか。まあ、そういうふうなところにアクセスできるようにしています。気象庁のところですね。で、まあ、河川水門回式玉発電の方に話戻しますけども、だから、そこと、あと、こちらのね、まあ、その2門と、あともう一つ、こちらの方、この辺りのところですね。まあ、これがその先ほどの中村橋、この辺りですね。この辺りのところに門を作って、まあ、高さ7メートルぐらいで水を貯水したときに、まあ、どの辺りにまで来るのかっていうことなんですよね。だからそれ一回測ってみなかったらわからないんですけども、それ一回満水にしてみたときに、まあ次、この辺のどこに、設置するかと。まあ大体、だからまあ新湊川については、まあ3門ぐらい。ただ、天王ダムから湊川まで合流するところまでの、谷間のところは、あちらはまあ何箇所か、まあ、作れますね。まあ、水を貯水することも、まあ、メインになってきそうな、内容になってくるかと思うんですけども、その中村橋から、まあ、トンネルの出口のところまで、で、まあ、その水を溜め込んだ時に、100万リットル以上は絶対に、貯水できます。これはなぜそう言えるかって言ったら、例えばタンクローリーでね、大型車で、まあ大体2万8000リットルだとか、本当にたくさん入るものだと3万1000リットル、3万2000リットルっていうのがあるんですけども、それでもね、長さがね、20メートルないんですよ。で、まあ長さ10何メートルというところで、高さはね、まあタンクの高さが、まあ、案外、その高さはないんですよ。で、ちょっと斜めに傾斜させて、大型車は、運搬してるんですけども、重心が後ろの方に来るようにして、安定するように、まあ、後輪の方にたくさんタイヤをつけてと、まあ、そういうような形で運搬してるんですけど、あと、積み下ろしの時にね、特に電動モーターとか使わなくても、地下タンクとかじゃないですか、ガソリンスタンドって。だから、ホースを連結させて、あとは重力に、ま、任せて、まあ、自然と流れ落ちるみたいな形なんですね。だから、まあ、あえて、こう、タンクを傾斜させて、る形状になるんですけども、そういう、3万1000リットルとかのタンクを、じゃあ河川にいくつ敷き詰められるかなって見たらわかると思うんですよ。簡単に。まあ、100万リットル以上軽くあるなと。なかなか馬鹿にできない、
り水圧がかかってくると、まあ、こういうことになってくるんですよね。で、下の門、まあ、中村橋のところの門を開けてるときに、まあ、例えば20センチかける20センチの門を開けてるときに、同時に、まあ、夢の小学校の、横の、ちょうどトンネルの中に入っていくあそこの門を、開けると。まあ、そういうような形になっていきます。だから上から常に、貯水されていくので、継ぎ足すような形になっているので、長い間、稼働することができると。だからまあ全般的に言うと、まあ、太陽光パネルの発電、まあ、それに合わせて、例えば朝の7時ぐらいから、まあ、朝の、まあ、8時ぐらいですかね、朝の8時ぐらいから、11時ぐらいまで稼働すると、まあ、正直まだ朝の7時とかでしたら工場とか稼働してませんし、ほとんどのところは夜中から明け方にかけては原発の電力が余るぐらいなんですよ。だから基本的に、まあ、夏場冬場とかでいろいろ条件変わってくるんですけども、まあ、夏場とかエアコン寝てる間にかけられてる肩をかけられて、まあ、それによって消費電力云々とかはあります、事実として。ただ基本的にそこまではその工場さえ止まっていればそこまで大きな電力の使用はないんですよ。で、夜中とかはスーパーマーケットとかも閉まってますし、各商業施設が、だから夜中っていうものはあんまり電力が必要ない、原発が稼働してるだけで十分であると、まあ、こういうようなことになってくるんです。で、夜の方が電気が余っ、夜中の方が電気が余ってる。だから夜中に電子炉を使って、金属溶かしたりしています。これは昔からですよ。工業地帯がなぜ夜あんなに明るいんですかっていう意見を持たれる方はいらっしゃるんですけども、それは原発を稼働させてる国とそうじゃない国との違いなんですよ。だからその発電しっぱなしの状態なんですね、あの原発っていうものは。なかなか温度が下がらないので。だからまあ、昼間の方はもちろん使用電力っていうのは絶対大きいんですよ、夜中と比べて。だからまあ、その昼間の電力をいかに補うかっていうところで、自然再生可能エネルギーで、まあ、太陽光パネルがその高い能力、発電能力を発揮できるって言ったら、まあ大体朝の11時ぐらいからじゃないですか、まあ、冬場で例えると。で、まあ、15時ぐらい。だからまあ、夕方で、冬場で言うと、河川水門開閉式ダム発電が、まあ、15時ぐらいから、まあ、夜18時だとか19時だとか、まあ、そういうような時間帯まで稼働させると。で、まあ、あとは夜中の間、水を、溜め込んでおくと。だから一回水を全部両方とも、まあ、まあ、新港とかで言うと、両方とも、夢の小学校から、北に向かって、100万リットル以上を、貯水していて、中村橋からその、ふもとのところまで、トンネルの出口のところまで、水を、100万リットル以上貯水していると。で、そこからの、その時間帯、朝と夕方に排出している量だけだから、それ以外の時間帯は溜めておける時間帯になるから、まあ、ほとんどの日は朝晩ぐらいは、まあ、朝と夕方、朝から、朝と夕方ぐらいは稼働できると。まあ、そういうような形になるんですよ。だまあ、多くの河川はそういうふうな形になりますし、20センチかける20センチぐらいだったら、向こう側とか、加古川とかだったら、その河川の底とかコンクリート化をしっかりすれば、その合流する河川すべて、そうすればね、その下流の方ではね、もう1メートルかける1メートルも24時間回しっぱなしにできるでしょうね。で、それプラス、まあ、明け方、夜方、20センチかける20センチを稼働するだとか、まあ、向こう側だったら、まあ、向こう側も河川の底とか全部補修したら、その朝と、その、夕方は1メートル ×1 メートルと20センチ ×20 センチを両方とも併用すると。で、昼間は1メートル ×1 メートルもずっと回しっぱなしみたいな形になるはずですね。どう考えても水の量が途中で減ってるじゃないですか。各河川をしっかりと見ていただいたら分かると思うんですけども、合流する河川 いっぱいいろいろありますけども、有野川もそうですし、有馬川もそうですし、向こう側の上流もそうですし、まあ、向こう側の上流っていうのは、三大駅からもっと上流、笹山とかあの辺りまでのその
中間地点のね、水の量とか見ていただいたら分かると思うんですけど、途中の中間地点で あれだけの水の量があるのに、途中から、減ってる、いっぱい合流してるのに、それは河川の底から水が抜けたりしてるからなんですよ。だからその辺のところをしっかりと整備したら全然話変わってくるんで、で、河川の底をね、整備するのは、その門を設置して、で、水がね、引いた状態であれば簡単なんですよ。コンクリートを下ろして、グラウンドみんなトンボ掛けしたことはあると思うんですよ。野球部とかサッカー部の人たちは、経験者の人たちは。簡単にグラウンド整備なんか終わるでしょう。だから、一人でトンボで、例えばね、縦横10メートル、ずつぐらいだったとしても5分かかるかかからないかでしょ、コンクリートを広げるぐらい。だから土伸ばすような感覚だから、まあ、そんなに時間かからない。だから、1時間で1人で100メートルかける100メートルぐらい伸ばせるんじゃないですか。簡単だと思いますよ。本当に。そんなに難しい話じゃない。ちょっと撮影時間が、なくなっていましたので、続き、撮影しています。で、まあ、新湊川については、トンネル出たところ、あの辺りのところから、まあ、永田神社の辺りですね、あの辺りのところの橋のところまで、まあ、軽く、土砂のかき出しと、一応、まあ、河川の底コンクリート化できてるかどうかのチェックですね。まあ、何度も余震とかあったら、やっぱり河川の底に亀裂入ったりするんですよ。で、そこから水が漏れていってしまうので、それはちょっともったいないんで、一応チェックして、まあ、ひびが入っているところは、まあ、軽く、コンクリートで間を、埋めていくと。まあ、そういう作業ですね。まあ、重機使わずに人の手で行うと。まあ、これはどこの河川でも同じです。重機使ったら負け、ガソリンが早くなくなるから、運動部の人とかに、時間器をつけてあげて、工事してもらうと。まあ、そういうことですね。以上です。新湊川編については、まあ、これぐらいで、まとめておきたいと思います。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。説明のところも、皆さん読んでください。あと、チャンネル登録と、チャンネル登録の着信設定、あと、それと、まあ、着信登録の設定はもしわからなかったら、身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に、聞いてみてください。一応まあ私が上げていく動画の内容っていうものはまあ多くの人に関わることが多くて、重要な内容が、多いです。まあ多くの国民の人たちが、知っていただいた方が、良いなと思っています。あとはまあ YouTube のその動画でライブ中継とかを行った時にそのチャットを利用していただいて、まあ皆さんから質問とか何か文字打ち込んでもらってね、そこで質疑応答、まあいろんな業界の人たちとコミュニケーション交わしながら、まあスポーツ業界もそうですし、建設業界もそうですし、だからまあエネルギー分野の方たちもそうでしょうし、あと放送会、その法律関係のところの方ですね、だからそういうような人たちも踏まえて、しっかりと皆さんで意見出し合って、でまあ、どういう世の中であるべきかっていうことをしっかりと結論つけると、まあ、そういうところまでたどり着けたらいいなと思っています。今、まあ、動画の再生回数が600数十時間で、まあ、後半の方ですね、もうそろそろ700時間に、まあ、今月中にはまあ700時間を突破するであろうと思われます。登録者数の方の数も、まあ、だいぶ増えてこられまして、まあ、もうすぐ500人ですね。多分登録者数1000人を超え始めるあたりから動画の再生回数っていうのはだいぶ増えていくと思われます。まあもうちょっとですね、来年の3月ぐらいにはできるかもしれないですね。まあまあ、その辺のところはまた状況をお伝えしていきたいと思います。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。ご協力のほどよろしくお願いいたします。